はい、こんにちは。今回はね、ここから始めたんですけど、ここはね、どこかわかりますかね。前回のすずさんがテクテク歩いてきた道のカメラアングルはね、あ、ここだったんだなっていうことがね、見つかりました。で、アニメの映像だと平らなところを歩いてたので、ちょっと勘違いして間違ったんですけど、ここですね。あの坂を上が土手に上がってきたちょうどここから35ミリのレンズで撮るとバチッとね、二之島も同じアングルで入るし、松下商店、それから手前の家、電柱のようなのが、バス停ですね。そういったものもバッチリ同じアングルで映ってますね。ということでね、今回は、松下商店からスタートして、エバ港に行きます。で、まあここはね、あのタクシーではしょっちゅう通ってたんですけれども、僕は松下商店を知らなかったんですね。あんまりというか、見て知ってはいたんですけど、なぜかというと、松下商店の向かい側が目印になってたんですね。ああ、何かを作ってます。何かに変わってますね。で、松下商店の向かいっていうのは何だったかっていうと、こちら、元料亭山分ですね。おそらく松下商店も広い敷地内の、その山分の敷地内の中だったんですね、その当時は。で、片渕監督ももともとはこの山分、元料亭山分をアニメに出す予定だったんですね。ですけど、資料が全くなかったので、アニメにすることが、絵にすることができないということでね、向かいにあった松下商店を使ったということらしいですね。まだこの上、もう階段がもう2段ぐらい高かった、うん、ちょうど今の屋敷ぐらいまで、あそこのあのぐらいまで高かった。青い線がぐらい、あれぐらいの高さかった。なんでこんな低くなったんですか。なんでこんなに低くなった。やっぱり風が来てからずれたら研究員で低くなった。低くしたんですか。低くしたんです。低くしもうた。削って、うん、人が自然に削れたんじゃなくて、ある程度人が削った、うん、ああそう、へえ。これって上がってもいいんですよね。うん、上がってもいい。今の屋敷があるでしょう、うんうん、屋敷の屋根があるでしょう、うん、あそこまで高かったわけ。へえ、それ知っとるのはおらんのじゃわししかね。あ、そう、これけ太鼓、昔は霧が降りたなんかしたら寮へ行っとるんが、うん、なしたらここ上おったんが上上がってから太鼓叩く、うん、あそれけ、ね、昔の人間に考えることしおったんじゃろうなるほど。それけ、ここから 宮島までは南寄ったわけ。見寄りました。うーん、あれも高速道路もつい最近ですもんね。こうやってくらいできたようなもんじゃない。まあありがたいよ、ありがたい、ね、ありがたいけど、まあ景色は悪なってね、うん、景色は悪なって。あっちの二之島も見えんようになっとる、うん、うちのあの、じゃあ二之島の こっち側のあれは何やねん、これ切り口の方がずっと向こうの方が南寄ったわけ、うん、ここで、うん、私が子供、うん、
それはそうじゃないの、今の刑務所があるとこから ここまでは南だったんで、あそこからこっちは片だったんで、うん、今大きい道が出てる人が、うん、あれよりまだ向こう側にからちょっと回るようなとこがあるはずなんじゃないの、うん、はい、今ようわからんの、あっからこっちは南干潟だった、うん、この辺は歩いて草津の方まで行けよったんですか。そうよわしは子供の頃には、うん、あの方まで行けよったわけだ。今もダメですね。今行きどころでまあ俺が行けんことはないんじゃろう思うんですけど、うん、ようわからんですかね。そういえばそこ料亭だったですね。これ料亭だった時知ってます。ここ、ね、料亭があった時は、料亭を見たことあります？あ、私は料亭でやった結婚式したぐらい。そうなんですか。そこの何だったっけ？はい、じゃあね。その写真、まあ、私が姉妹だったんじゃないかな。まあ写真みたいなのも撮っとってんですか？で、それがよくわかんねえ。よくわかんねえ。昔のことやけ。それから弟らは。ここで原爆を取る。あ、そう。原爆を取ったと聞いてから、この辺そんな被害、家が倒れたりとかは、はない。そこまではない。うん、音は聞こえてるみたいに、うん、弟らがいるんだね。ここに松下商店ってあったじゃないですか。そうあれっていつぐらいに立っとったんですか。戦後？ついこの間まであるって。ついこの間まであったけど、うん、建てたのは戦後ですかね。戦後や、昔からある。昔からある、うん、戦前から、うん、お父さんが生まれた時にはもうあった。あったあったあったあ、そう。でもそこの建物建て替えてなかったんですよね。わしは知らねえが、わしはなんて終戦後になって学校行くのに本科小学校まで歩いていくよったんだよ。江場小学校は？江場小学校は元はこっちなの。江場小学校には行かずに？江場小学校は行ったんじゃが、うん、ここに中学校になった時にはすぐ中学校になって、あ、私ら5年生、6年生だけ、うん、すぐあんたは中学校になった。中学校が本川に行きよったいうこと？本川まで行きよった。あらら昔はの船で行きよった。船じゃない、歩いて行きよった。ここはみんなが集まって女の子も連れてから、ここは集まって、うん、テクテク、うん、そうそう、うん、向こう側のは新しい土手ですよね。あれは戦争するにはこれ料亭があったんじゃけ。あ、そうか、料亭があったんじゃもんね。そうよ、すごい料亭があって偉い人を取ったんじゃ、うんうんうん、また自分らの子供が、うん、兵隊出されとるけって、うちのお母さんが馬に乗ってきたらなんかしたら、今日は AI と来てるんです、ってこう合図だったら、こういうふうに並んでからご苦労さんです、うん、あ、どっちがどうやろなんか偉いな、偉い人の名前が書いてあるもんね。そうですか、ね、そこにこれだけ、ここへこれだけあれは、ね、船がついてから、うん、船がついてから出て行きよったんだろう、うん、船でお客さんはみんな来よったいうことですね。いや、そうじゃない、そういうわけじゃない。そうじゃない、ここから向こう行ったら川と同じようなもんで、うん、みんな海じゃきゃ、うん、ね、船でこうお客さんが来よったわけじゃなくて、あれ船で来よったんでしょ。いや、船じゃなくて、わしらの時には馬じゃや。ああ、馬か、馬で来よった。一軒じゃいうとこあるでしょうが、 あの方からずっと馬で来よったわけで、うん、どこから。一軒じゃいうとこ、ああ、一軒じゃやからね。あの方からでもみんなここまでが馬で来よったわけで、 あの方からは肩、日型みたいなもんじゃけね。うん、なるほどね。何にもなかったところへ料亭があっただけのことや、うん、はい、言えばその頃は周り何であったんですかね。もう昔のだいぶ大正ぐらいの話でしょ。でも、はあ、明治じゃろうじゃない。ああ、そうか、明治か。
ね、こうだよ。うん。青白、あれだし、の市場が、市場からはこっちはみんな海だったんじゃない、うん、今の市場があるけど、うん。お父さんは今何をしようって仕事。何もしようだ。あと日焼けできやすいよ。カキか、カキかなんかしようんじゃない。そうや。そうじゃない。カキを平井に行ってきたから。え？平井に行ってきた？うん、勝手に拾ってもええ。勝手に拾ってんけんね。あれは一時拾われるんよ。馬車みたいな。向こう側へ。馬車？この家はこっちにあったらしい。ああ。道路が向こうにあったいうこと？そうそうそう。へえ。この家がずれとって、この山の裾を通りよったいうこと？そうそうそう。向こう側に向けて。そうそうそう。へえ。私の子供の時でも、ちょうど今のこの紙が一番高いところぐらいがずーっとがこっち向こう側の家はね、うん、あれ壁があるって、うん、それからあそこに向こう側には飯炊きのおばあさんが両親がおるって山分の山分の向こう側には金持ちがおるって、あ、向こう側に金持ちがおって飯炊きが雇われとったよ、うん、が折れたわけ。ここ私ら知らんのよ、うん、ここ船が作ったように、うん、向こう側へ、あ、山分とは関係なくその人の家に船が着きよったよと、それ なんか荷物を持って、へえ、なんかその食べ物だったり、いや、ね、それが積んでからの船がそれ変わるみたい。へえ、今どこに住んどって、あ、この家、あ、この家に住んどって ここまで家があった時は その時誰が住んどった、おばあちゃん、 おじいさん、おばあさん、ああ、そんな、そんな感じよ、明治のことよ、それって明治の話か、明治の話、それはおばあさん、おじいさんに言うけ、それ知っとるゆだけ、ね、明治天皇の頃よ、ね、うん、明治天皇広島来とったんでしょ、ちょっとの間来とったんじゃないんですけど、うん、なんか3年ぐらい来た、え、長くとおらなんだけど、もう3年言って言って多分ね、うん、これけここへ振り返って軍が座ったようなそこ、うん、明治天皇こったけ座ったんじゃないか、うん、軍がね、まあそこの宇品港から運びよったえてね、だけど、ウジナの中にもあれわざわざ湾を作ったんじゃろう、うん、うん、あそこはね、あそこの中では出るもくさしてもらった、もくさしてもらった、うん、アサリ取る、アサリ、あ、誰も行かんねえわ、私一人一人黙って そんなもかった、それは毎日行くと毎日行く、あんた今の出にしたら800円か1000円ぐらい、うん、なる1日、うん、勤める、ああ、勤めるより良かった、へえ、800円で、うん、あ、そう、これ今の銭にしてみたいや、なんもね、あ、その時に800円、おい、あ、今の銭にしたらもう8万やら10万やらなるか、大方10万円近いだろ、おうよね、あ、それはすごいねそうよ、1日、そりゃすごいわ、そのお金どうしちゃった、そのお金はじゃあ、はあ、食うてしまうそんな食べた、うん、それは毎日買わなきゃ、あ、そっかそっか、毎日は行ってないわけね、これだよ、自分らが経営にちょっとつけるうん、はい、なるほど、両親の人も、うん、塩の混ぜなきゃいかない、うん、ね、塩を見せた時でも取れるんだね、確かにそうよ、ね、うん、干潮の時だけ、ほんでその中でも行ける時だけ行くわけよ、あ、風を吹いてもまた行かない、ああ、そう、寒いけ、うん、船で出られんじゃん、船で行くの、そうなの、あ、船で淡路まで行って朝で取ってまた船で帰る、うん、そういう時のうちのおばあさんだけ偉い人だったけど、うん、時にあのあれじゃ悪いや、今ちょうど東洋工業の方を通って帰る、東洋工業の方で通って帰ると、ああ、あの方に交換が多い、
か潮が引いとるときに。へえ。今度は広島駅を通ってとる機械だ。潮がこちらは潮が早いけね、ちょうど道に変わった頃にはちょうど変えられてね。ずっとその砂地のところを歩いて広島駅の方まで行ってっていうこと？船で行くの。あ、船で？あそこの遠光川とかああいうとこ？へえ。昔はろうしてでも、こうかけても、今の皆様の向こうの切り串のとこまで行けた。切り串？なんか聞いたことあるね、切り串。切り口ってなんかやねん、島かやねん。あれは農民の島じゃん。農民島の切り口か。あそこからの人が茨城にもよけ来よった。若い人がやっぱり儲けがないき。ああ。茨城の人間は農業やったり何やかんするけ人間がいるけんね。あれは海苔なんだよ、やっぱり。もう海苔やったりね、今は海苔やなく取れておれへん。そんだけのことできるの、そんだけの技術持ってるの俺は。技術がいるんだ。そうだよ。ほっときゃ勝手にできるんじゃないの。何にできないの。そうね。わかりました。ありがとうございます。ここからね、はい、や昔はね、ここから広島駅が見よったんだ。あ、そう、ここから広島駅が見よった。へぇー。あの家の間ぐらいから見よったよ。え？三菱も？はい。じゃあ、ありがとうございます。お騒がせして。ここは両手があったよ。わかりました。今、自動車があるって言って。大有名な両手だったわ。山分や。偉い人、ちょっと。ふんの偉いさ、ちょっと。ふふふ。それで、道は向こう側から通るんだ。この家はこっちだったらしい。なるほど。それで、下水道が歩いてるんだ。